いやー、コロナ分科会、西村大臣、お疲れ様です。西村大臣ね、ご家族いらっしゃるんですかね。これ、私の親父がこんなことテレビで喋ってたら、ちょっと外歩けなくて困っちゃいますよ。一生懸命やられてる部分もあると思いますけども、いまいちね、ぼんやりしてるというか、信頼できないというかね、ちょっとダメですね、これは。なんて言いますかね、西村大臣が今日ね、この記者会見で言われたことって、別に新しいことでも何でもなくって、そのぐらいのこと分かっとるわみたいなところですよね。それから対策にしても、結局マスクだの、斜めに座るだの、なんかね、あ、さすが与党の人は違うな、さすが自民党だなってこと、たまには聞かせてもらいたいですね。いや、こういう人がこの日本という船の舵取りをしてると思うと、これどっちに向かっても沈没しかないんじゃないかなと思うばかりでございます。多分ね、見てらっしゃる方も憤りと焦りばかりだと思うんですよ。中には失望もあるかもしれません。希望の木の字もないというかね、なんというかね。で、ちなみに GoTo キャンペーンなんですけども、別に中止してもいいんじゃないですか。これキャンペーンがなくても旅行に行く人は行きますよ。それから GoTo キャンペーンね、肝入りのように感じてますけども、予算の執行率まだ1割前後ですよね。これで、この、ね、景気刺激策にも何にもなってないですよ、こんなの。なんかね、一生懸命アピールしてますけども、ほとんどの人はこれ使ってないんですよ。キャンセルもどんどん相次いでますしね。で、結局安いから行くっていうのも、そんな限られた人はね使いますけども、大半の人がね、 GoTo キャンペーンあるけど、まあ今じゃなくてもいいよねっていう感じでね、まあ、国民は冷静ですよ、やっぱり。で、まあ今の状態見てても、 GoTo キャンペーンの利用者っていうのは、特定の人がヘビーユーザーになって繰り返し使ってるだけで、とてもね、全業種全国民行き渡ってるとも思いませんし、 GoTo キャンペーンがあっても結局は状況変わらないって方とかね、それから一時期は良かったけども、人員も増やして設備投資した GoTo キャンペーンが追い風になるかなと思ってやってみたら、なんか雲行きがおかしくって、このままだとキャンセルも相次いで中止になりかねないなと思うと、事業者さんは逆に GoTo キャンペーンがあったりなかったりすることによって、不明確なことによってですね、さらに深い債務を負って、もう結局やっていけないってことになっちゃいますよね。GoTo キャンペーンがあだにしかなってないのかなというふうに思います。うん。それはね、やっぱりね、こういう状態が、今の状態が落ち着いてからやるべきですよ。こんななんかね、感染は止まらないわ、広がるわ、GoTo キャンペーンでほら、あっち行け、こっち行け、物は食べろって言ってからね、それでいて、マスクをしろとかね、旅行先で外出せずに、なんか部屋の中にじっといろとか、なんかちんぷんかんぷんなこと言ってるとか、思わないんですかね、西村大臣。私の親父がね、今そこにいて喋ってると思うと、本当になんかこう、西村大臣のご家族の気持ち考えるとね、気の毒っていうかね、なんか魔女裁判というか、吊るし上げというか、これいいこと全くないですよね。なんかそれなりに国民を納得させるっていうかね、そういう思い切った手を打つんだ、それだったら協力したいなみたいなことをね、思わせるようなことをちょっとでも言ってほしいなと思います。うん。じゃあどんなことがね、国民の賛同を得れるかって言ったら、もうこれ簡単ですよ。無理に旅行会社とか宿泊業とか飲食店開けなくてもいいように、粗利保証すればいいんですよね。それ半年ぐらいでいいですから。で、人の往来を少なくして、レジャーをしたい方には、すいませんけども、在宅でできるレジャーと、あとご近所でできるレジャーのためにね、これ使ってくださいって感じで、ポンポンと2、30万、100万とか渡せばいいと思うんですよ。今はですね、無理に経済活動を、人が行ったり来たりすることを促進して、そこに対して薄っぺらいね、なんか補助金みたいなのをね、出すんじゃなくて、もう何もしなければお金あげますよっていう、そんなね、そんな時期があってもいいじゃないですか、さすがに。なんかね、なんですかね、特別定額給付金の話も、との字も出ないしね。なんか出ると思ったら5つの子でしょ。5つの子とかね、そんなどうでもいいんですよ。あれ、フリップ作る時間があったら、もっとまともなことをね、やってほしいなと思いますね。ちょっとね、西村大臣、私もね、結構コメントでいろいろ書きましたけども、なんか気の毒になってきました。この人がね、表に出さされて、いろんなことをね考えて、これっぱかしのことしか言えないのかっていうようなことをね言わされてると思うと、西村大臣ってちょっとね、もう人がいいんでしょうね、きっとね。私がみんなの前で恥かきますんで、私が喋ってきますみたいな感じでね、言ってるのかもしれませんね。まあこれも給料のうちなんで我慢してやってると思いますけども、西村大臣一人がね、この感染を広めてるわけでも何でもないんで、
西村大臣怒るのもちょっとね、お門違いかもしれませんけども、本当にねどうしようもない人出てこないじゃないですか。二階さんですかね、本当にどうしようもない人は。誰なんだ本当に。なんだこれは、文化会って。どこが文化会なんだこれは。分裂会だよこれは。特例措置なども活用しながら、いやあかんですねこれはね。まだ記者会に続いてますけども、時間の無駄というかね、これまとめサイト見た方がいいですわ。私は一足先にちょっと記者会見の方はもう新しいことは一切出てこないということで、ちょっと西村大臣がねおどおどして一生懸命喋ってるのが気の毒になりました。気の毒だ。憎いのは麻生太郎だけだ。では行ってらっしゃい。